テーマ4、ファンを作るための SNS 運用講座ということで今回お話をしていこうと思います。今回お話しする内容は、今皆さん SNS って普段触られてる方も多いのかなと思うんですけど、プライベートで発信をするのではなくってビジネスとして SNS を使っていくときに有効な活用法についてお話をしていきます。まずビジネスとして SNS を活用するときに気をつけてほしいことですねっていうのが一つあります。それは SNS を運用する目的を明確にするっていうことになります。この目的で言うと大事なことが3つありますね。まず1つ目、 SNS を自分たちの商品を知ってもらうための認知拡大として使うっていう意識を持って運用するっていうことです。そして2つ目、自分たちの商品を知ってもらって、さらにその商品を食べたいとか買いたいとか、この人たちのことを応援したいと思ってもらえるようにファンになってもらうっていうのが必要になってくるので、自分たちのことをもっと好きになってもらうっていう発信をしていく必要があります。ただ知ってもらうだけじゃダメっていうことですね。で、最後3つ目として、実際に自分たちがこういう商品を販売しますっていう発信をしていくと思うんですけど、そんな中で見てくださってる人たちっていうのが自分たちの商品に対してどういう見方をしているのかっていうのを知るきっかけに使っていくことができます。どういうことかっていうと、私たちの場合だったら